惜しい。答えが惜しい。パスが弱くなっちゃうんだよな。でも今やったらめちゃ出せてるやん。めちゃ出せてるやん。こういう風じゃなくて試合中になったらなんかこうなっちゃう。うん、その理由が分かったら。大丈夫やな。よし、静かにしてください。あのな、パスが緩くなっちゃうっていうのは、あの自信がある時は思い切って打ってんねんけど、あ、パスも思い切ってできんねんけど、自信がない時とかカットされるんちゃうかと思うと、要は不安になったら全力でできへんの。できない、うん、そういうことやねんな。例えばここから向こうの壁まで全力で走りなさいな。まあそんな何キロもあるわけちゃうから、うん、でそれやったらあそこがゴールやなって分かるやん。でぶつかる前にスピードを緩めていいからね、うん、よーいドンって言うたら走れるわな。走れるやんか。走れるやろ。 OK、 じゃあ今度こう来て、はい、じゃああそこの壁まで全力で走りなさい。ただし透明の壁が何枚かあるかもしれんよって言ったら走れるか。できないです。できないやろ。そういうことやね。だから不安になったらできへんねんな。なので例えば金太郎がここにおって、でその時に誰もおれへんかったら高いところで下がってて絶対出せんねやったらビュンって出してこう出してあげたりできるでしょ。だけどなんかちょこちょこってカットするよとかこうディナイしに来たりしたから出しにくいやろ。ほんならあーっと思ってこうゆっくりこっち側にパス出しちゃったりとか、あーってほんでカットされたりとかすんねん。そういうことやねんな。だからパスっていうのは一つは思い切って出すということやし、でこいつのどこに出すかな。だからこうディフェンスを追って、あ、別に普通にここやったら出せるわ、外に手上げてね、ここに出せるわって言ったらピューって出したらええ、ピューって出したらええんだけど、こういって例えばこう飛び込んできたところにパス出そうとかな。ほんならどこ出していいか分かれへんな。ほんなら確実に出すのはこの人がカットされへんところに、例えばここへこう出したらピュッと出したら出せるとか、裏にこう行った時もあカットされるんかなと不安に思ってたらあかんけど、思い切って出せると思ったらこれ、そういう思い切って判断してしまうということで。だってさ、パスって出したらもうボール離れちゃうわけやから、そこ離すところまでが判断やろ。ほんならもうここへこう出して、その後やな、お前パス、そう、こういうお前パスをせよっていうメッセージを込めて思い切ってパス出したらいい。わかる？とりあえずこいつに渡せばいいとか、もしくはとりあえずこいつにっていうんじゃなくて、おパス出すに、お前そこでこっち側にもらってスリーポイント狙えよとか、ディフェンスが下がってる、下がってるからフロントミートしてシュート打てよとっていう風にパスを出してあげたら、スピードも勝手に、パススピードも上がるし、次の攻撃がしやすくなる。俺からしたらそういうパスになればいい。分かった。だからデリクローズにしたってこうやってドリブルしたら自分に対する用だけが来たら、はい、お前そのままショート打てよっていうパスをするんで、はい、分かる。それが俺がデリクローズじゃなくて辻クローズやったらいいな。これパスでも入りにくい。今の全然違うよ、辻クローズとデリクローズと。どうなあ、違う違う、えやりやすい、やりやすいな。こうやって抜いていくけども、はい、パスとしやすいように、最初のところだってそうやろ、むっちゃ上手いパスがもうストライクに来るやろ。その差やだな。メッセージを持って俺が辻ジョン・ロンドやったら、おいトラベリングやんけなっちゃうわけよ。何してくれって言うな。いやなんか例えば俺が最初のロンドやったらこう言って、はい、ランニングしてっていうパスやったらランニングシュートできる。ちょっと違ったよ今パスが。そのままシュート打てようって言うんやったら、そのままはいシュート打てポンってたらシュート打ちやすい。はい、じゃあレイアップ持っていけんとかね。
ップシュートでデリクローズやったらそう、はいーというふうにやったら俺がメッセージをリンダロに出してるわけよ、パスで。それがバスケットのおもろいと思う、パスで。おもろいと思ってやったよね、積極的な俺はよがコーチやったら積極的にやろうとしてカットされるのは気にせんでいいと思う。ただいや失敗してしまったら次のディフェンスで頑張ればいいよな。そうやって思い切ってパス出したら OK、 分かった、はい、パス編終わり。次シュートやねんけど。